ハンドルネームビーフルさんですかねからいただきました、こちらは天宝ルールでトン2局で最終手番で仕掛け2件が入っていてドラを持ってきたところですね。これを押せば天牌で有効が確定するというところで押すか押さないかといった感じになります。とりあえずいつ泣いたかは雰囲気で判断しろってことですね。はい、チュンかチーガーのところだろうね、多分ね。チュンのところでチーしたっぽくない？チーだし、チュンだよ。先切りしてね、チーワンを。そう。出ないと、ここまでチーワン持ってるって意味わかんないよね。他の人は、まあ、いつ泣いたのかよくわかんないけど。わかんないな。まあ、早々に泣いてるのかな、雰囲気は。そうだね、数ピンつもぎり入ってるし。うん、急走も早く切られてるし、神茶も。で、ローワン。だこれ性能じゃなくてもいいかも。なんかそうやっていろいろ推理してるもんって、うん、はい、まあ、絵面だけ見ると美味しそうだけど、なんかまあ単純にシャンポンとか短期にどれだけ当たりますかってことですよね。これは押すじゃない、わかんない。まあ、問い目の最初で数案は折りではなさそうですね、うん、あんまりね。折りる範囲ならいっぱいありそうか。いやでも想像が打てないのかもう数層いってるもんね。なんか折あんまり折りじゃなさそうだから関連してそう。ちょっとごめんね。あ、お疲れ様です。はい。はい、うちだ。あ、お疲れ様です。どうしたの？ちょっと今仕事っぽい感じの収録中。あ、すいません。わかりました。じゃあちょっと LINE にしますね。はい。はい。怒られるのかな。いや、そのテンションじゃなかったけど。カンウーアンから変わりましたよと考えたらローアンはまあめちゃくちゃ危ないけど、まあね、そうだよね。 C1 はね、 C1 の振り替わりがないもんね。だから本当にカンウーアンから変わったのかどうかみたいな話。カンウーアンから変わったんだとしたらローアンめちゃくちゃ短期とかシャンポンに当たりそうだから。まあ確かに、トンニの天宝ルールってことで、わざわざ切らなくてもいいっていう。確かになんか危ない気はするな。めちゃくちゃ危ない気するね。うん。で、こんなに考えてらんないよね、テンポって。だから、うん、座ってらっしゃった。じゃあ、まあ、いけるかっつって、一個仕掛けないっていうから。飛んできそうだね。なんかよく見ると結構当たりそうな気はするな、確かに。これかなり当たりそう。想像なしでしょ？ピンズなしでしょ？想像なし、ピンズなし。よく見ると降りたいね。これはダメそうだね。やめちゃう。第1巻推しだけど。無理か。完全にもう想図が分断されてて、ピンズもウーピン通っちゃってて、もう数ピン4枚目でダメで、って考えるとめちゃくちゃ危ないね。で、チーワンも自分の目から 1,2,3 枚目でしょ。ダメだね、これね。これやめとこう。うん、これはやめた方がいいね。で、まあ、折れるなら、ウーピンが固くいきたいね。え？あれもっと 100% の早い。3ピンとかでいいんじゃない？スーピン4見えです。あ、スーピン4見えか。ほんとだ。3ピンだ。2ピンか2ピンかじゃない。そうだね。その辺で。どっちもか。2ピンがいいか、ね。2ピンが 100% か。2ピンが当たりパターンが 1% もないか。そうですね。そうだね。2ピン、ね。でも、これは実戦では別に切っちゃってもいいでしょう。時間がないからね。ちょっと飛んで可能性がでかいな、これ。はい。そんな感じですね。はい、高評価、チャンネル登録、コメント等よろしくお願いします。